ここから信号銃を入手することができ、この銃で、その信号銃で俺は助けたい占い師のことを頼む。はい、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第5人格から遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、サバイバー側の視点でマジシャンで遊んでいきたいと思います。で、あのね、なんでマジシャン使ってるかというと、ちょっと最近ね、とある映画を見まして、まあ、前にも見てたことあったんだけどね、ちょっと見返して、グランドイリュージョンっていう映画みんな知ってますかね。まあ簡単に言うと、マジックを使って、こう、悪人の、なんか悪事を暴いていくみたいな、いい感じにそこが融合されててすごい面白いんだけど、そういうの、例えばなんか、マジックで、あの、ハンカチの中から鳩が出てくるみたいな、結構ね、見たことある人もいると思うんだけど、例えばそれが鳩じゃなくて、急にもうたくさんの お札がバーって出てきましたみたいな。でも見てるお客さんも大喜びだよ、そんな観客の人がね、こうお札、こう、わーみたいな感じで取って。でも実際そこで出てるお金っていうのは、こう、いい人を騙して得た、なんかそういう汚いお金がこうバーって出てて、実はそのマジックを見に来てる観客のうちのね、一人に悪い人がいて、その人になんかこう口座を見てくださいみたいな感じで問いかけて見たら、めっちゃリアルタイムで減り続けるみたいな、なんかそういうちょっと爽快なね感じの、いい感じにマジックと融合させたみたいな映画で、すごいね面白い。うん、おすすめなんか映画のプレゼンみたいになっちゃったんだけど、まあ映画のプレゼンするならするで、もっとしっかりななんかおすすめの映画話したいけど、うん、そうなんですよ。今回そんな理由で今マジシャン使ってます。でもなんか第五人格のマジシャンって結構もう魔法の類にまで来てる気がするんだけどこのステッキでさ、自分のなんか残像を作るなんて、もうこれ魔法やん。これ完全に全然マジシャンじゃない、魔法使いで出た方が良かったんじゃないかな。もうこのキャラ顔もね、なんかそういう顔してるもんな、これ魔法使いっぽい。てかもうマーリン初期衣装でいいじゃん、なんだったらダメねえ、だからマジシャンじゃなくて魔法使いの方がなんかユーザー増えそうだけどな、使うユーザーなんかきらびやか的な感じで。で、占い師が縛られてしまって、医師の人が今言ってる感じだね。じゃあここの暗号解読するか。まあでも白黒無常だからもしかしたら飛んでくるかもしんないけど、それは、あ、来た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 。まあそれはそれでね、ちょっと救助してもらいやすくなるから。ほい、危ねえ。どうする、戻るか戻んないか。今まだ救助行ってないね。でもこれはさすがにクールタイムもあるしな、飛ぶやつ間に合わないと思うんだけど。あ、戻ったかな、多分見たな、あれ足跡。いや待って、これ戻ってないね、ないね、後ろから来てるね。ほい、でここのスキルチェック、ほい。まああのおじいちゃんやからね、うん、それしょうがない。ちょっとね、なんかラグがあるんだよな、ここって。若い頃のままやったらダメじゃの、つまんな。最後まで見てくれてありがとう。動画と、よし、なんか撒いたぞ。先に行くよ。そこの暗号機が終わりかけ。でも暗号機が遅いな。これまだ3個で、ここででも2個か言うて。早いとこここ上げちゃいたいね。先に行くよって言って。やりかけの暗号機がな、絶対どっかにある。医師のやってた暗号機が多分この上側にあるから。そこを触りつつ、んー、どうだろう、占い師が割れてんのかな、これ。あ、占い師割れちゃってんね。次多分座ったら死んじゃうよな。いや見てなかった、なんかあの集中してなくて、全然あの5割救助してたから見てなかったから、ちょっとここで助けに入るか。はい、でここであのあの吸い込まれるように板に当たりに行ったな今。俺もなんかそんなに素直に当たるもんだって思わなかったよ。ほい、分身。さあどうする、音向こうに行ったか、倒しちゃってナイス。でこの分身がある限りここ通れないかな。でもここの分身殴ったら、あ、殴ったらそこに行って倒しちゃおうかな。あれ、ちょ、ま、殴ってない。じゃあいいや。あー、なるほどね。そういう感じね。で、このね、分身強いよな。なんか実体を一応持ってるからさ、鬼のなんか、こういうところで出せばね、鬼が通れなくなっちゃうからね。かといって殴ったら殴ったで板当たるかもしれないし、みたいな。板当たらないにしても、またさらに板倒されてね、あの、板倒し、床壊しか、の時間まで稼いじゃうから。まあ、でも2個しか使えないからな。まあ、あんなところで使うべきじゃないんだろうけど、まあ、残りの暗号機と相談しつつっていう感じっすわな、それは。で、残りの1個はこれどこなんだろうな。さっきの石がこの辺でやってたと思うんだけど、そこはもうついたかな。あ、先に行くよって言ってる。ナイス、いいね。じゃあちょっとこれ脱出ゲートの前で待機するか。でもマジシャンの衣装な、もう俺もうマーリンが一番好きなんだけど。あ、なんかいるね、やってくれてる。占い師追われちゃってんな、大丈夫か。ちょっとあのゲートが開くぐらいまで頑張ってほしいんだけど、そこのポジションきついだろうな。どうせだったらみんなと一緒に脱出したい。いや俺はね、村長やからな、言うてこの町のリーダーなんですよ。だからちょっと来てる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 。これはどうかな、キャンセルしたね、ワープね。戻ったな。なんかアイテム
アイテムないか。このアイテムじゃ助けられない。このマジシャンのステッキじゃ助けられねえよ。頼む、ここのアイテムボックスで俺が本当にリーダーの素質があるのであれば、ここから信号銃を入手することができ、この銃で、その信号銃で俺は助けたい占い師のことを頼む。ちょっと待って、本当に、マジで出たんだけど、嘘だろ。なんだよ、そんなことある？この土壇場のタイミングでここで信号銃引ける？いや持ってんなじいちゃん。やっぱね、マジシャンだけで終わらないんですよ。マジックっていうのは種のあるものだけど、最後の最後でやっぱ奇跡を起こし得る存在、人材、これがマジシャンなんですよ。ちょっと待って、どうやれば伝わるの？持ってるからこの右手に。いいよ、行こう。これもうどうやって、これ右手見てほしい。右手見てっていうチャット今だけ欲しい。クソいらねえけど、あ、来た、これいけるぞ。これでも気づかないよな。ほい、オッケー。お、しかも占い師も溜まってたね、あれ。自分の力で全然普通に帰れたっていう。なんでよお前。いやー、でもこれ偶然アイテムでね、信号銃ゲットしたけど、この右手に持ってるんだぞっていうのをなんかすごい伝えたかったのに、なんかうまく伝えられないあの感じ。もどかしかったね。いやー、マジシャンおもろいな。はい、どうも、トゲルニカシマ、遊んでいきたいと思います。マジシャンはね、もう満足しました。なんでちょっといつも通り自立士に登場してもらうというわけで、でも自立士な、もうこれ下方修正決定したからな、これ過去最速じゃない？これ下方修正決定の速さ。いや、これどこだ、あ、そっちか。あ、待って、それはごつんこしたんじゃない？それ赤い線チラ見してたけど、あ、まあでもそうなんだよね、これ超香水の強いところって最初から香水を3個使えるっていう、今仮に俺が殴られてたら結構きつかったよ、もう。あそこで殴られて、まあケージ1溜まってたけど、殴られたことによってね、ここの板2枚でちょっとどう動くかみたいなところあったけどね。やっぱ強いよ。なんかダメージ食らってもなかったことにできるからな。機械技師とかね、今いないけど、もし仲間にいてもね、解読の妨げにならないし、やっぱ最初安定するっていう意味で、調香師は調香師で、やっぱずっと現役だよな。てか強いよ、このキャラ、本当にマジで。前々からなんか、ありえんぐらい強いなと思ってたけど、このなんかもう、シーズンが何個もまたいでも強いっていうキャラって本当に強いよな、もう。泥棒なんてシーズン1で消えたぞ。泥棒のな、ライトの射程距離2倍にしてくんないかな。あれ2倍にしてくれたらなんかまだ戦えそうな気がするんだけど、いやーきついから、どうだろうな。いやでもいけるよな、2倍になったら。リッパーのな、霧とかも全然当たんなそうだしな、あれ電磁に伸びたら。雲の糸吐き渡っちゃうかもしれないけどね。ダメだ、そうしたらも最強になっちゃうわ。強すぎる、あの懐中電灯2倍になったら。よいしょ。多分これ俺のところと、後ろのさっきね、機械技師じゃない、誰か脳幹師か解読してるって言ったところと、まああとこれ右側だと思うんだけどな。これどうなんだろうな、なんか近くない？来てんのかなこれ。あ、来てる、赤い光が見えた。いや、これはもうやめよう。欲を出せばつけたかったけど、また後でつけに来ますか。なんか置いた、なんか置いたぞ。おいおいおい、感謝置いとるやんけ。ちょっとめんどくさいな、結構まだ残ってたもんなあれ。どうしよう。あ、飛んだ。じゃあ入れ違いになるか。おいっと、これまだ無理だよな。かといって感謝も壊せないもんな、この時間じゃ。うわ、全然足りねえ、ダメだ。いやー、ここつけたかったけど、まあしょうがない。とりあえず終われますか、ここで。板前でちょっとスタン入れてからの、あ、待って、でも1しかない。あ、ちょっと待って、困ったな。いや、すっ。何にもしてねえんだけどな、何にもしてねえんだけど、なんか見失ってくれてたの今。板前でね、ちょっとマゾーケージ使って確実にスタン入れてこうと思ったんだけど、ちょっと1しか溜まってなかったっていう。これは追ってきてんのかな、来てない感じ。いや、どうだ、誰か見つけたか。あ、飛んだね。じゃあちょっとここつけてしまうか、まず。うん、ここの監視者を割ってから、よいしょ。あれ、いや、まだ早いな、まあ、いいか。ここの監視者を割ってここもつけちゃう。あと3個。ここつけたあと2個。どうだろうな、どこやってたかちょっと見てねえな、今回チャット打ってくれてたんだったら申し訳ないけど。あ、そういえばなんかさっき映画をね、紹介というか、なんかおすすめの映画、おすすめの映画じゃないな、最近見た映画か、言ったんだけどね、俺映画すごい好きで、なんかたまにね、YouTube のコメントで好きなアニメとか教えてくださいっていうコメントがよくあるんだけど、まあ、最近見た映画で言うと、あれ見たよ、深海47メートルだっけ、サメの映画。なんかこの薄暗さ見てちょっとその映画思い出したっていう。まあ、どんな映画かっていうと、まあ、サメ映画ですよ本当に。ただサメのシュノーケリングとかってさ、知ってるかなみんな。檻の中に入って巻き餌は撒いちゃいけないんだよな、確かあれ。あ、海によって違うのかな、わかんないけど、まあ、簡単に言うと海の中で檻に入って、その生のサメを見る、まあ、サファリパークみたいなもんだよね。
あの多分サファリパークよりも怖いと思うんだけど。でなんかその檻がね、船から吊ってあるクレーンで見るんだけど、そのクレーンの紐が切れちゃって、ちょっと待って待って、やらかしたこれいけるんじゃない、これさすがに無理、いや無理だな、これいけるかな、どうだろう、あっくそ無理だ、脳幹視と二人で一緒にやってたらいけたかもしれないけど、今ってこれいけるぞ、これ二人でやれば、あいけるいける、あえちょっと、なんで、つけてくれよ、なんで、え行かないで、あーいけるやん絶対今、あーこれこんな気持ちだったんだろうな、檻の中で、海の中でこうね、クレーンが切れて、そのまま47メートル下のね、そこに落ちちゃうんだよ。で、周りにサメがうようよしてて、一人ぼっちの気持ち、で、仲間の船が遠ざかっていく人の気持ちだよ、今のが。まあ、VC 繋いでたら間違いなくいけたのけどな。今のちょっと VC 繋いでないで、いい感じの連携できたら熱かったね、あれね。ちょっと惜しかったね。まあでもこれ、仲間についてんのかな、どうなんだろうな。お、ナイス、じゃあつけちゃおうと。はい、お、いいね、ついてんね。よし、じゃあちょっとこれで出ちゃいますか。まあちょっといささか強引にやってしまったんだけど。そうなんですよ。まあそんでね、47メートル下の床に落ちてしまって、その檻ごとね。で、その檻を、入り口もね、鍵で塞がれてるからなんとか壊して。でも酸素ボンベもちょっとね、そんな潜るための酸素ボンベじゃないからさ、すごい弱っちいやつなんだよね、結局のところ。で、その、まあ息切れになる前に、こうどうにかして上に上がっていかないといけないんだけど、周りにサメがいる、どうしようみたいな、そういう映画です。興味が持った人はね、ぜひ見てください。ちなみに、なんかどっかの配信サイトで、見た気がするんだけど、どこだっけな、ネットフリックスだっけな、なんか実際にお金払って見たのか、それともフールとかなんかそういうところで見たのかがちょ定かではないんだけど、ちょっとおすすめです。いや、おすすめではないな。なんか最近見たっていう、こんななんか薄暗さで思い出しちゃったけど、みたいな。なんかサメが、だと思って見たんだけどね、あんまりサメが出てこないんだよね、それ。なんかね、すごい大量のサメに囲まれてるみたいなポスターだったから、俺そういう系なんかな思ったんだけど、なんかね、数匹のサメがなんか周りにいて、まあでもサメの怖さはある。だけど、なんかそういう大量のサメ的な怖さではないよね。あ、そう。まあ気になった人はね、ぜひ見てください。はい、というわけで。これ何の動画だよ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。